家族写真みたい、乃木坂46与田祐希、映画、アウト、メンバーとのピースショットでにっこり、嬉しい。11月10日、乃木坂46、与田祐希がインスタグラムを更新した。与田は、自身のインスタグラムアカウントにて、赤城神社にて大ヒット祈願してきました11月17日全国劇場公開です、と自身が出演する映画、アウト、のために祈願を行ったことを報告。バル、そして、みんなで撮ってもらった写真、ちょっと家族写真みたいで嬉しい、などとコメントすると、造作の監督、脚本の品川博士、共演者の大悟、千鳥、福良祐希とのピースしている4ショットや、お参りをするように両手を合わせて目をつむっている写真を公開した。この投稿に対し、SNS 上のファンからは、集合写真めっちゃいいね、大人っぽい祐希ちゃんも最強。服装がちでドタイプ、家族写真みたいでいい写真、祈ってるヨダちゃんが可愛い、などの反響が寄せられている。バル、2016年に乃木坂46の3期生メンバーとして加入したヨダ。雑誌、ウィス、やファッション誌、マキアのレギュラーモデルを務めるほか、女優としても活躍の幅を広げており、今回の投稿で触れていた映画、アウト、には、ヒロイン、皆川千尋役で出演する。